昨日とか氷点下だったからさ、めっちゃ寒かったよね。俺のためにやってくれたんやな。イエス、みんなのために入ってます。皆さん一人一人が。寒すぎてさ、ちょっと私もうやばいよ多分冬。あ、でもなんかさ、手がさひび割れちゃう方とかいるじゃないですか。私はね大丈夫、それはそれは今のところ大丈夫だけど、これでなんか洗い物とかめっちゃしてたらすっごい乾燥するんだなって思う。てか見て、じゃーん、クリスマスプレゼントいただきました。スタッフさんからもらったんですけど嬉しい。こういうのめっちゃ嬉しいんだけど、なんかさクリスマスってだって別にさご飯ぐらいじゃん。なんかクリスマスだなって思うこと、なんかプレゼントとかさもらうとさ、あっ私にもクリスマスがやってきたってなる。嬉しい。なんかノエルドーナツショコラって書いてあるから多分ドーナツだと思うんだけど、可愛いですね。センスが良き。嬉しいよ、やっぱプレゼントはいつもらっても嬉しい。これをクリスマスに私は食べたいと思います。あ、ちょっと待ってよ、一瞬止まっちゃうかも。ちょっと待ってね。多分ね送られてない気がする。ちょっといろいろあって送信されなかったかもしれない。そして私はなんとこの度 AKB48 15周年コラボグッズ第9弾のアンバサダーにしていただきました。めっちゃ嬉しい。今ちょっとねツイートしちゃいました。嬉しい。ちょっとツイートしていい？AKB48 15周年記念コラボグッズのアンバサダーに就任させていただきました。なんかあのイヤリングとピアスなんですけど、まあちょっと女の子向けなのかな、もちろんそうかもしれない。そうなんですけど、すごい可愛いのあの AKB っていうロゴが入ってたりしてすっごい可愛いんですよ。私もそれつけました。写真を今探しています。嬉しいですね。ちょっとねスタッフさんがいっぱい写真撮ってくれたので、みんなツイートするよ。
イヤリング、うわめっちゃ見て怖い。なんで顔が白くなんだ。そうイヤリングとピアスのコラボなんです。あコラボじゃない。イヤリングとピアスがあるんですけど、ね本当に可愛いんですよ。皆さんぜひゲットしてください。これ買えるのかな、ちょっと待ってよ。あ、オフィシャルショップにて購入できます。だって、ゲットしてね。よし、俺も買おう。ぜひ。まあね、そのプレゼントするでもよしだし、自分でつけるのもよしだし。ちょっと待ってよ。AKB オフィシャルショップだっけ？明日からです。18の明日の20時からだって。あとさ、仰天とのなんかさ、私そうあの待って、それもなんかチケットがあるので、ちょっと待ってね。 AKB オフィシャルショップ、 AKB オフィシャルショップ、 AKB オフィシャルショップ、 AKB オフィシャル、 オフィシャルショップ見て、よし投稿しました。ごめんなさい皆さん。そう嬉しい告知いっぱい。でちょっと待って、その仰天のやつは
オンライン生配信バラエティーイジリーファンタジー。ファンタジーっていう、何で、この写真めちゃめちゃさ大人っぽくないですか。私じゃん、大人っぽい。って言われました。この時はね、イージリーファンタジー12月の26日に他のメンバーも出たことあるのかな。アイドルイジリー岡田氏を MC に迎えた新感覚バラエティ、 YouTube で好評配信中のイジリーチャンネルから飛び出したここでしか見れないトークショーやゲームコーナーでゲストの新たな個性を紐解きます。好評のうちに幕を閉じた前回に続く3回目のゲストには KB48 私たちが出ますね。あ、1部と2部がありますね。1部は16時からで、2部は19時から。どんな感じなんだろう。昨日のお休みメールのメガネ七瀬が可愛すぎた。ありがとうございます。メガネで過ごしています。いつもはちょっと生放送だからね、怖いですね緊張するな生放送は。生放送はちょっと緊張するんですね。私はまだ何をするか全然わかりません。でもまあイジリーさんがいるということはちょっとね、あの強めのバラエティなんだなっていうことはちょっと認識しているんですけれども、それ以外はわかりません。なんかまぶしいんだけど、このくらいでいいや。どんな感じになるのかさっぱりわかりません。今日は目のところがすっごくキラキラしています。キラキラでしょ。アイシャドウがねキラキラなの。行天もいるから今行天と一緒に。でもさ、バラエティってあんまりやったことないかも。なんかバッチコイも一緒に出たことないし、アンロケとかも多分ほとんどない気がする。普通の劇場の MC とかあるけどね。バラエティっていうとビンゴとかもそんなに一緒に出たことない気がするな。だから楽しみ。がいるらしいです。 E プラスストリーミング、 E プラスストリーミングっていうやつで。うわ、本当に2人だけなんだ、イジリーさんと私たち。それはちょっとね緊張しますね。タワーだって、ありがとう。ちょっと待ってよ、クリスマスタワー、あ、かわいいね。ホーミーさん
ありがとう、マシロー、ありがとうございます、ショーミンさん、ショーミンさん、ありがとう、ハッピーメリークリスマス。ちょっと今発音よく言おうと思ったけど全然良くなかった。ハッピーメリークリスマス、メリークリスマス、ありがとうございます。かわいいねこれ。10分ぐらいからか。今日すごいセクシーって言われるんだけど、確かにこの洋服はちょっとセクシーな気がする。セクシーっていうか大人っぽい。この洋服は友達がくれた洋服です。かわいい、めっちゃ着てる、めちゃめちゃに着てる。あ、そう、スモールワールズもね初めて出させていただけるんですよ。22かな、にマリアと。楽しみ。マリアはね明日舞台なんですよね。明日は私はレッスンがあるんですけれども頑張ります。スモールワールズってさ、みんなも来れるのだよね。うん、そんな聞いたわ、それ多分前に。そうですよね、みんなにも会えるし嬉しい。スケジュールね、本当告知することが増えてとっても嬉しいでございます。七瀬とドライブしたいだって。どこ行きたいですか皆さん。私とドライブだったら、私ドライブって本当になんか千葉の、なんかいつもドライブ千葉でするならみたいなお仕事で聞かれて、でも千葉でドライブ、うーん、どこだろうって思って、結局待って、やばい、全然関係ないこと思い出したけど、すごいやらなきゃいけないことを思い出してしまった。そう、どこだろうって思って、結局菜の花畑って言ってるんですけど、まあ、菜の花畑もいいんだけど、もっとなんかありそう。普通にシンプルに夜景が綺麗なとことか、なんだろう、海辺とかね。あ、海辺いいね、私は好きです、海のところとか。満天の星が見える、え、めっちゃいいじゃんそれ。え、ま、ね、それさ、いい。私プラネタリウム大人になってから行ったことなくて、とかもすごいちっちゃい時に行ったイメージが強くて、プラネタリウムもいいんだけど、でもやっぱちゃんとした本物の星を見てみたい。すごいところないんですよね。星がやばいところ、星がこうバーって見えるところに行きたい。犬なんとか月、ちょっと待って読めないぞ。犬ヶ崎、犬ふん崎、犬坊崎、犬坊崎、ちょっと待ってよ、聞いたことないかも。
あ、わかった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 。わかりました。ここね、ここね、ここね、あの会いたかったのとこだよね多分。はい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 、ここはいいかもしれない。確かに。でも前なんか、あ、海ほたるもいいかもしれない。海ほたるね、普通になんかご飯も食べれるし、遊園地じゃない、ゲームセンターとかもあるし、お土産も買えるし、水、海がねすごい綺麗だから一望できるって感じなんですよ。だから行ってみたいかも。のこぎり山知ってる？お山行ったことある？顔が好みな女優さんとかいる？え、めっちゃいる。なんかお目目がクリッとしててパッチリしてる人が好き、基本的に。基本的にはで誰って感じですよね。今田美桜さんとかが好きかも。顔で言ったらもう本当に可愛い、可愛い。あとは、あと誰だろうな。待って待って、最近好きな方いた気がする。あ、あのななみさんっていう方がいらっしゃるんですよ。めっちゃ可愛いモデルさん。あ、モデルさんかな、女優さんじゃなくて。モデルさんの方がねよく見るから。あとは TWICE さん大好き。背が高い人、いや別に身長は、まあでもなんか憧れはあるけど、自分は165ぐらい欲しかったなって思うから高い方がいいなと思うけど、別に好きな女優さんで顔、背が高い人がいいなっていうのはあんまないかも。高かったらかっこいいけど。こんばんは。今は普通にいろんなお話をしているので、何か質問があればお願いします。
伸びたいわ。でも本当に自粛中に伸ばしたんで、私は頑張って自然に伸びたんですけど、あの寝て食べてたら伸びました。映画とか見に行った？映画はね、最近見に行ってないな。見に行ってないし、お家とかでも全然見てない。最近って何の映画が？鬼滅ぐらいしか分かんない。鬼滅はめちゃめちゃ誘われたんですけれども、結局アニメをまだ見てなくて、そのメンバーからね結構誘われたんですけど、ダメだ。なんか今やってんのかな、映画って。何があるんですか今。何があるんだろう、ちょっと今調べてないんですけど、約束のネバーランド。最近なんかめっちゃ番宣してますよね。そうだ、約束のネバーランド。今日画面にすごく綺麗に映ってるって。やっぱ今日はねちょっとメイクがいつもと一緒なんですけど、ちょっとキラキラしてる。約束のネバーランドもさ、あのドラマじゃない、アニメがありますよね。ネバランは面白いよ。待って、役ネバって言ってないみんな。ネバランっていう人初めて聞いた。ちょっとグロいけど大丈夫なの？あんまり好まないけど、てかなんなら鬼滅でもちょっと思っちゃった。あれ？結構そういう系かって思った。だから私進撃の巨人とか絶対に見れないなって思った。もっと結構あの血とか出てくる。そういうのはちょっとね、ちょっと苦手かなって感じ。食べちゃう、パクって人間をね。ちょっと見たこと、あ、違うわ、見たことある、進撃の巨人。あのね、飛行機で見たんですよ。飛行機で見てたんだけど、結構ハイレベルなあれで途中で見るのやめちゃいました。だからね、ちょっと「セーラームーン」も見たことないです。セーラームーンね、多分世代じゃないのかも。え、でもね、あやねちゃんが見てるって言ってたから、見てたって言ってたから、それもでも再放送とかな、それを見てなかったので私は全然わかんない。もうちっちゃい時はプリキュアで育ったので、私はプリキュアしか分かりません。
1話見て自分にはダメと思った。え、うーん、進撃かな、そんななんだ。今のちっちゃい子は、あー鬼滅か、みんな鬼滅ね。今のちっちゃい子は何を見てるんだろうって思ったんですけど、でも仮面ライダーとかはもうさ、もうずっとじゃんずっとみんな見てるし、私もあのなん仮面ライダーじゃなくて、私何レンジャーだったかな、見てた、名前が全然思い出せないけど、まあ、ちょっと待って、全然私さ今アニメの話めっちゃしてさ、あのアニメ好きな人みたいになってるけど、めちゃめちゃアニメ詳しくないので、ちょっとあの違う話しましょう。七レンジャーそうです、みんなは7レンジャー。最近おすすめの服のブランドは、え、自分が着るってこと？自分が着るんだったら最近なんだろう、なんかあったかいコートが欲しいなって今日思った。この前コート買ったんですけど、あれはあったかいのすごく。でも私コート、なんかモコモコのコートとかあんま持ってなくて、あのね寒いのすごく可愛いんだけど寒くて、だからもうあったかい可愛いコートがを買おうかなと思っています。コートはね大事、マジでコート大事。ケイトマスク、あー見た見た、可愛いよね、あれ可愛いっていうか、なんかおしゃれ。もう寒くて 足出せない感じ、出してます、頑張って出してます。なんかね、ちょっと足出したくないんですけど、寒さ的には。でも私本当に足出す服が多くて、そうなんですよ、多いんですよ、だからもう足出しちゃってます。女の子のダッフルコートめっちゃ可愛い。ああ、いや女の子のさ、私女の子のがコートじゃない、ニットセーターで首まであって、なんかこうやってやってるのがすごい可愛い。女子大生とかがそれで、その格好でなんか白いコート着て、であのイチョウの並木道をスタバを持ちながら歩いてるのがめっちゃ可愛いって思う。理想の可愛さですね。ザ女の子って感じで、私もやりたいけどな、イチョウの並木道。え、この前さ、イチョウの並木道がね、よく通るイチョウの並木道があって、でイチョウってさ、もともと銀杏がさ、すごいちょっと前に銀杏が、今はないけど銀杏がすごいんですよ。で今までそこの道を通るときは、私も銀杏のことしか考えてなかったの。だからうわ、ギンナ踏んじゃうって思って歩いてた。
でもそうこの前撮った時にあれ銀杏なくなった、えってか一応そういえば見てないなって思ってパッて見たらもう全部イチョウがなくなっててうわーって思った。イチョウを見とけばよかった。本当にもったいないことしたなって。イチョウの並木と七瀬は黄金コンビやった。今日銀杏食べました。ちなみにめっちゃ美味しかった。銀杏大好き。そもそもイチョウって選手なんですか。どういうこと。あ、分かった。イチョウ選手ってこと。イチョウ香里さんだっけ。一応はね、ちょっと来年は早く銀杏があったらもうパッとすぐ上を見ようと思いました。あ、そうそうそう、レスリングのね、レスリングの一応さ、あ、そう、なんか銀杏ねマジで食べ過ぎたらやばいらしいから、みんなも銀杏はちょっとにしといた方がいいですよ。今日ピーターパン食べました。いいですね。ちなみに私も食べました。食べました。銀杏どんな味？銀杏は言葉で表現すると、まずあの匂いではないんです、食べたら。で、食感的にはなんだろう、何の食感と似てるかな銀杏って。粘土みたいな。違う、粘土はめちゃめちゃまずそうに聞こえるなちょっと待ってよ。さつま、いや、グミ、あ、グミ、柔らかいグミみたいな、ちょっとこう噛み応えがあるんですけど、柔らかいグミとさつまいもの間ぐらいの食感で、で味はどんな味かな、銀杏の味なんだけどな。めちゃめちゃ難しい質問ですねそれは。どことかにあげたりしてます。いとことか友達とかにあげてます。
でも多分ギンナンの匂いを嗅いで食わず嫌いしている人はちょっともったいないと思うので、私的に全然違うんです、食べたら。だってさ、あの味だったら絶対みんな食べないけどさ、それでも好きな人がいるってことはあの味ではないんですよ。美味しいんですよ。焼き銀なん？あ、焼き銀なんも好きだし、あ、主に焼き銀なんかな、でも、うん。みんなもぜひ食べてみてください。食べてね。てか今週の土日はオンライン話し会なのでめっちゃ楽しみです。とても楽しみでござんす。ゆり根は食べたことありますか？ゆり根？何それ？ゆり根って何ですか？聞いたことないかも。着る服決まった？着る服は決まってないです。何着ようかな。でもちょっと違う系統の服にしよう。全然決まってない。なんか皆さんはどんな服でも、ここ映んないからな、ぶっちゃけここまでしか。悲しいなそれは。うん、山菜のねやつね。部屋着で参加しようかないいじゃないですか。私は全然いいですよ、そういうのも。逆にね、見たい。逆に見たいです。皆さんがそういう格好してるの見たことないから。なんかモコモコの可愛いパジャマとか着て、うわ意外意外だねって言って、いいですよ。いいじゃん別に、可愛いやつ着てても。逆になんかスーツとかも、おおってなる。スーツとか着てたら、あ、お仕事してるんだ。オタグッズ満載の寝室は見せられませんかわいいかわいい。いや、みんなの服装も楽しみだわ。なんか誰かサンタさんとかになってくれないかな。サンタさんとかトナカイとかなってくれないかな。楽しいな、そしたら
でもさ、なんかまずさ、結構限られてるじゃないですか、時間。もうさ、会った瞬間にさ、はっ、え、待って、え、なに、サンタさん来てるの、え、なんでなんで、ポチってさ、切れる可能性もありますか。まあね、それはそれで楽しいけど。サンタさん、サンタさんだったら面白いな、私が楽しいなっていうね。トナカイで勘弁。いや、トナカイの方がさ、結構レベル高くない？ということで、私は楽しみにしていますので、皆さんもお話し会楽しみましょう。じゃあちょっとそろそろね、ランキングを読んでいきたいと思います。13位は台湾夜嵐、七瀬髪型好きでよ、ドボン、会えなかったさん、ありがとうございます、また会いましょう。12位は陽気前アトマーク、七瀬が生きがい、七忍者さん、ありがとうございます。11位は国はアトマーク、七瀬のほっぺが好き、七忍者さん、ありがとうございます。10位は吉野にアトマーク、七忍者さん、ありがとうございます。9位は東田アットマーク、七忍者さん、ありがとうございます。8位は島アットマーク、七忍者さん、ありがとうございます。7位はゆうさん、ありがとうございます。6位はキャナイアットマーク、七忍者さん、ありがとうございます。9位はイッサアットマーク、12日ぶりのドボン対戦、ありがとうございます。12日ぶり、ありがとうございます。4位はパンダアットマーク、七忍者さん、ありがとうございます。3位はゴロアットマーク、七忍者さん、ありがとうございます。2位は鍋公式アットマーク、七忍者さん、ありがとうございます。そして1位は、ホーミーさん。ありがとうございます、ホーミーさん、タワーもありがとうございました、ホーミーさん。ということで、皆さんおやすみなさい、バイバイ、ありがとう。イエイ。